はい、じゃあ今日はね、久しぶりに安いエアガンをね、ちょっとレビューしていこうと思うんですよ。で、今日はね、山梨にある369のイベントに来ております。はい、ということで本日はね、これ本当はね、使う予定全くなかったんだけど、ちょっとたまにはやろうかなと思って、 S&T の M4A1 1万円でガンモール東京の時に買いました。1万円、安くない？くそ安い、びっくりだね。もうこれコスプレ用で買ったんですけど、うん、今日初めて使ってみようかなと思っております。なるほどね。まあ簡単にね、まず外観からいきましょうか。おー、もうすっごい色ついてますけど大丈夫ですかこれ？ね、あの、なんだろう、8年目のフライパンみたいになってるよ。焦げますねこれ、うん、キッチン周りみたいになってるよ。これはもう全部樹脂だね多分ね。あ、樹脂触ってみて、うん、触るね、樹脂だね。あ、本当だ、樹脂だね。レールは？レールも樹脂じゃんこれ。あ、レールも樹脂だ、ね、うん、全部樹脂だね、うん、全部樹脂。ファイダーは？メタルですね。一瞬なんか樹脂っぽいメタル、うん、樹脂っぽい。高級感は全くありません。確かに、これもこれはメタルじゃないとダメでしょ。メタル、うん、これもメタルだ。はい、でハンドガードは、まあ、樹脂ですね、うん、レシーバー樹脂で、ロックはないですね。すごい。あ、ロックなし、ロックなしだけど赤いダイヤル、赤いダイヤルで、あれだ、あとポートの掘り込みとかそういうのなしなんだね、はい、後ろだけだね。一応なんかそれっぽい M4A1 カービィ、コルン 556M、 すごいですね、 US までちゃんと書いてある ね、うん、素晴らしい、うん、特筆すべきことはない、ない。一応押せる、うん、これもメタルだしね、うん、ここもメタルだね、うん、怖い怖い怖い。ここはもう完全になんか飾り、飾り、うん、押せない、うん、あ、一応でもメタルが入ってるね、うん、素晴らしいって感じで、外装はマジ普通、うん、おー普通だね、うん、確かに普通の M4 だね、うん、これ1万円、まあ、常時売ってる価格だったら、まあ、あの時1万3000円、うん、今だったらちょっと値段上がってんじゃない？今多分2万3000円ぐらいいってる。そんな行かないよ絶対。行かない？2万は行かないなので、ちょっと実写していきます。はい、切れとった、うん、じゃあ切れちょっと見てみますかね。切れいきます。はい、こういう感じね、うん、あ、プリクッキングの入ってない音だねこれね。遅い、あ、もう遅いね、遅い、うん、遅い。って感じです、うん、じゃあフルオートいきます。はい、うーん、サイクル的にはめちゃめちゃいいね。なんかトト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 トってなんか鉄砲撃ってる感がすごい ね、すごい頭切れですねっていう感じで、うん、至って普通。1万円でさ、これだったら悪くない。まあ悪くないね、うん、確かに。で、加速もね89ぐらいだったんで、うん、はい、え、これで89、うん、全然いいじゃん、うん、すごい素晴らしい、はい、じゃ あのシューティングレンジも行って、でロングレンジ見てみましょう。はい、じゃあ行きまーす。俺のだかんですよ、あれ距離を取ってほしいです。はい、いよいよ行きまーす。まず一番近いのから行きますね。お、100発100中。お、すごい。もう見なくても当たる。当たってないよ、いいね。お、当たった。じゃあ次その奥。まあいいよ、15かね、あれぐらいかな。あ、うん、車種の腕が出ないように固定しような、うん、ね、バッチリ。じゃあその奥、その奥だね、ちょっと待って。はい、どうぞ。玉切れや、バッチリや、綺麗に当たってるんじゃないですか。じゃあもう一個かぶん、この距離からちょっとね。そうだね、あの距離からちょっとばらけるね。いける、いける、これいける。おい、おい、いいね。この距離当たりはいいでしょ。すごい、35ぐらいじゃないあれ。ねえや、30かもねえや、ね、ないかな、30ぐらいか、25ぐらいか。はい、いやでもすごいね。いやこれ、この1万円でこの命中精度って全然悪くないんだ。うん、すごいよ。あれより遠く、じゃあ電信柱狙います。電信柱、電信柱狙いますね、うん、フローって分かりやすいのいきますね、うん、全然じゃん、全然いいじゃん、うん、全然いいよ、いいんすよ、すごいよこれ、満点じゃん。みんな S&T 買える。あ、プリコッキング入れれば勝ちだね。いらん、いらん、この人にプリコッキングとか入れん。マジ、プ
水コック入れるんだったら、うん、もうちょいいい循環やおおこれ使うんだったら鋭いですね、なんか言葉がこれって結局コスパで欲しいだけだから、うんうん、まあ確かにここに課金するのは俺はもったいない。まあ確かにね、箱出しでこの値段で使えよ、うん、まあまあ確かに箱出しだったらすごい入れるんだったら好きに入れていい、うん、俺の考えなんだ、うんうん、どうせ課金するならいいエアガンにした方が、ああなるほどね、 VFC とか中身あ外身がいいやつにした方が、まあ、確かに皆さんね今軽いのばっかり考えすぎて樹脂だからこけた時に折っちゃうんですよね、みんなね、バッファーチューブとか折れるよ。だって体重いくつリオさん、70でしょ、70とかやってごらん、首周りギシギシしない、いや首は大丈夫よ、そんなデルタリンゴは優秀です、ね、うん、優秀優秀、はあ、素晴らしい、はい、完璧ですね、はい。S&T の実践レビュー動画のためにノンカスタムでサバゲに導入してます。実際に使えるのかお楽しみに。3ダウン、この銃強いぞ。7ダウン、8ダウン、10人目、11人目、マジでショットの面積を打ち抜けるんだが、でももう一人減ってるよ、ここまで戦えるのが正直驚き。わずかな隙も逃さない、すごっ、この S&T の箱出し悪くないぞ。冗談抜きでこいつ化け物か。はい、じゃあね、今実践の動画見てもらったと思いますけど、これ見ましたか、満点
満点なんすか。満点ですね。わ、満点の星空の得点ですこれは。そんなに、はい、1万円でそんなにすごいのこれ。見ましたか。いや僕まだ使ってないんで。1ゲームで13人殺せるこのポテンシャルを秘めてる。すごい満点です。デサーティー、デサーティー。まあただ、うん、あの状況はこの順じゃなくても倒せれました。なるほど。あ、そこはやっぱりツンが入るんですね。いやさ、あのデレツンの方ですね。でも満点です。満点。あ、なるほど、なるほど。はい、あの普通に1万円って考えると、うん、バカコスパいいこれ。あ、まあまあ確かにね。だけど 20m の距離だったら余裕でいけます。うん、はあ、素晴らしい。割とね、思ったよりは全然良き。へえ、うん、想像の3倍良かった、うん、3倍良かった。もっとゴミかと思った。もっとゴミかと思って。いや、本当本当。あ、まあ確かに時代は進みますね。うん、サンドティー中身変わった。変わったんかな、わかんないけどさ。いやでもこれでも何年前買ったの。4年前4年前ぐらいぐらいだよね。うん、4年目にして初めて打った。はい、で、うん、いいところはまあ値段の割には良かった、うん、ああ、メリット、はい、で、うん、1ゲームで13人倒せるポテンシャルがある。おー、素晴らしい。そのポテンシャルすごい。たま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 なんだ。で、うん、ここからは気になる点。うん、気になる点、まず正面の打ち合いが。なるほど。勝てません。いやそれはこの打ち合いあるじゃん、うん、遅い。あー、なるほどね。もうサイクルが遅いから。なるほど。あの出るまでのあのラグがある、ね、ラグがあるね。まあ今まではこれが普通だったんだけど、うん、いいエアガンを使ってるとそれが気になるじゃないですか。うん、まあ確かにね。正面の打ち合いはちょっと向かないで、うん、30m 離れた距離で戦うと、うん、俺の球ピューって落ちるのに、うん、相手の球なるほどね。これで負けました。あー、はい、じゃあちょっとあれが足りないんだね、飛距離がね。飛距離がね、ちょっとで 0.2 使ってんだけど今回、うん、多分2号使ったら届かないかもしれない。あ、逆に2でやっと30まで届くぐらい、うん、あー、なるほど、うん、でも別にまあ1万クラスだったらそんなにだね。とりあえずなんかサバゲーでプイって遊ぶんだったら、うん、いいかなと思うんだけど。確かに。サンド T 独特の売りって何？あの第二次世界大戦の銃とか。いや、それは他のエアガンじゃねえか。いやいやいや、 S&T の売りってそういうちょっと、まあチョイスが素晴らしいよね。チョイスが素晴らしいよね、はい、こんな売れるんかっていうの出してくるんだよね。うん、そうそうそう、挑戦的。 M4 の M4 の S&T だったらなんか他のメーカーの M4 と比べたら何がいいと思う？うん、まあ確かにね。一応 E&C は、まあ、2万3000か2万5000円だけどメタルになる。あ、アッパーもロアもメタルがいいんじゃないじゃん。まあまあ確かに。なんならシーマも電子トリガー入ったりとかしてるし。そうだね。で、なんだろうな、じゃあ値段だけかな。まあ確かにね、値段だけかもね。だから要は初心者でなんかやっぱ初心者ってまず戦うの難しいじゃないですか、うん、だからコンマ何秒の世界とかもないから、ない、ね、だったら普通に打って遊ぶので、あの軽くて、要は今ね正直言うけど樹脂のアッパーとロアーとか、うん、全然買うからねみんな、うん、そう、ね、重たいのが嫌だっていうので。メタルが好きな俺たちはもうあの化石よ我々は。我々化石、樹脂でいいって感じ、うん、そう、樹脂でいいよっていう時代だから、もしかしたら時代的には合ってるかもね。これがもしかして一周回って最先端かもしれない、うん、うん、逆に逆にね。あ、これ1万で買えるんだみたいな。俺的には悪くない。うん、悪くはない。満点。うん、まあ確かに120点。正直値段で、まあ、この性能だったら悪くはないよね。ただ久しぶりにこのね、うん、ハンドカード持ったんですよ、うん、持ちずれ。俺こういうのしか持ったことないんだけど。こう握ってもこう握ってもこう握っても全然しっくりこなくて、うん、戦いにかかった。まあまあ確かにな、今時は M ロックだからな。うん、久しぶり、うん、まあ、M4 が好きな人にはいいんじゃないですか、うん、おすすめかもしれないですね。はい、ということで僕はサンダ T を満点です。わー、イエーイ、満点。